レッドリバー軍はアメリカ合衆国ルイジアナ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は9091人であり、2000年の9622人から5.5%減少した。軍庁所在地はクーシャッタ市であり、同軍で人口最大の町でもある。レコンストラクション時代の1871年に、 ルイジアナ州議会が創設した新軍の一つである。南北戦争以前は奴隷労働力への依存度の高い免花栽培に基づくプランテーション経済だった。1880年時点で軍内黒人人口は白人の2倍だった。1870年代後半、白人が武力で投票所を威嚇し、州内の政治力を回復した後では、1898年の 新憲法で黒人の選挙権を事実上取り上げた。元奴隷の大半は、小坂実りや労働者として、免花栽培に携わった。農業の機械化により、黒人労働者の多くが地域を離れた。2000年の軍人口は9622人となり、白人多数の構造になった。レッドリバー軍及びレッド川流域は、他の田園地域にある多くの軍部と同様に、 南北戦争後は敗北した南部でボートが力を取り戻そうとしたので白人時警団や民兵組織の暴力にさらされた。レコンストラクション時代の衆議会は共和党の力をつけるために1871年に多くの軍を創設したが、レッドリバー軍もその一つだった。マーシャル・エイチ・トー・イッチェルは北軍の退役兵でありバーモント州から軍内に移ってきて、 地元の女性と結婚した。妻の一族の助けもあって、トーイッチェルは、ンカプランテーションの経営に成功し、土地の指導者になった。1870年には、共和党員として、衆議会議員に選出され、地元の4つの役職も自身の兄弟一人と、地元出身の3人の議兄弟で埋めた。解放奴隷に、地元役職のいくつかを当て、教育を促進することで、 黒人からの支持を集めた。歴史家ジミージー・ショールマヤが表した論文、特別のカーペットバガー、マーシャル・ハーベートーイッチェルでは、当時のレッドリバー軍における社会的不安定の中でのトーイッチェルの生涯を研究している。1870年代、州内には2000名の連邦軍が駐屯していたが、頻繁に暴力沙汰が起こった。19世紀後半に、 農業不況が拡大し、経済基盤が脆弱だったので、社会的不安を拡大し、解放奴隷も白人も生き残るために、新しい労働体系を模索することになった。論争の多かった1872年知事選挙で、州内の政治的緊張が増し、数ヶ月間も問題が解決しないままになった。民主党も共和党もそれぞれの地方役人名簿を認証した。 白人民兵隊組織から生まれた白人同盟は1874年5月に近くのグラント軍で初めて結成された。この組織はレッドリバー軍のような伝園部では次第に組織力の強いものに成長していった。まもなく白人同盟の支部が集中に設立された。白人同盟は役人に対して公然と暴力を使い町から追い出したり殺した場合もあり。 黒人と白人の共和党員には選挙に来られないよう圧力をかけた。1874年8月、白人同盟はクーシャッタで6人の白人共和党員役人を辞職させ、州内から立ち去るよう命じた。同盟員は彼らが州内から立ち去る前に暗殺した。殺された者たちの中の4人は、マーシャル・トイッチェル上院議員の兄弟と3人の議兄弟だった。 白人同盟はまた、遠いチルの親戚に関わり、暴力行為を目撃していた、解放奴隷の5人内し20人をも殺害した。歴史家たちはこの事件のことを、クーシャッタ虐殺と呼ぶようになった。この殺人が起きて、共和党知事のウィリアム・ピット・ケロックは、州内の治安を良くするために、ユリシーズ・グラント大統領に、連邦軍の増援を要請した。通常の南部人は、 ホワイトハウスのグラント大統領に宛てて、当時の恐ろしい暴力状態と、その恐怖を伝える手紙を送っていた。共和党の黒人と白人に対する不正選挙や、暴力行為が増加するにつれて、人々は投票所に足を運ばなくなり、白人民主党が1876年には、衆議会での勢力を取り戻した。1880年時点の軍人口は百七十三人で、あり、 そのうち2506人が白人、6007人と2倍以上が黒人だった。1898年、衆議会は新憲法で選挙登録に多くの障害を設け、大半の黒人と貧乏白人から選挙権を取り上げた。アフリカ系アメリカ人は、1940年から1970年に離れていったものが多く、軍人口は急減した。 1930年代には農業の機械化で労働力需要が減退し、その他の地域農業の問題もあって離農が加速された。当時多くのアフリカ系アメリカ人は第二次世界大戦で防衛産業が拡大し、労働力を求めていたカリフォルニア州に移動し、その関連の職に就いた。 1980年代になるとニューサウスと呼ばれる州の都市圏で就職機会が増えたのでアフリカ系アメリカ人は南部の中で移住するという新しい流出が起こった。レッドリバー軍は民主党が勢力を取り戻した1876年以降民主党の強い地盤になっていた。他の南部州と同様に近年大統領選挙では政治的再配置が進み2004年の 大統領選挙など共和党現職のジョージ・ W ・ブッシュに白人保守派の票が集中した。しかし、州や地方のレベルでは今でも民主党への支持が続いている。2007年10月20日に行われた包括的予備選挙で共和党州知事候補でアメリカ合衆国会議員のボビー・ジンダルに多数票を与えなかった軍は州内に3つのみあったが、レッドリバー軍がその1つだった。 レッドリバー軍は民主党の地盤だが衆議会上院には共和党のジェラルド・ロングを送り出している。ロングは民主党員としては選挙で当選しなかったことでロングや唯一のものである。ジェラルド・ロングは2007年の無党派包括予備選挙で民主党候補者のトマス・テラー・タウンゼンドを破った。どちらも泣けて種の出身だった。アメリカ合衆国国政調査局によれば 軍域全面積は402平方マイルであり、このうち陸地389平方マイル、水域は13平方マイルで、水域率は3.18%である。ビスティの奥から南にロギーバイユーが流れ出し、ビエンビル群を通って、レッドリバー群に入り、レッド側に合流している。レッドリバー群随果は2000年の国勢調査による人口統計データである。 レッドリバー軍教育学区が地元の公立学校を運営している。ありがとうございます。